吉田さん、人に頼まれてお金を貸して、約束通り返済日が来たんで、返済お願いしますって言ったら、いや、お金ないんですよ。すいません。ってな感じで言われて、いや、でも今日お金もらって帰らないと困るんですよ。うん、そのお金ないと、こっちも生活あるんでね。なんとかなりませんかいやー、ないものを払えっていうの、それひどくないですかそもそも、何ですかこの利息。高くないですか違法ですよ、こんなの。 いやいや、それ承知で借りたわけじゃないですか。いや、そんなこと言われて、お金、もらえないとどうにもならないですけど、ちょっとちょっと何やってんのまあ、お金がない人にお金返せって言っても、それはひどい話やわ、銀ちゃん。ちょっとそれはかわいそうちゃう何がかわいそうやね金貸して返してもらえんわしの方がよっぽどかわいそうや。一番かわいそうなのは誰ですかね お金そもそも人に貸したくないですよね。それを頼まれて善意で貸したら帰ってこなくなっちゃった。ひどい話ですよ。それと似たような話があります。おっ、ネットビジネスですかいや、今の暮らしなんとなく不安で一生懸命やるんですいません。そのなんとか塾ってとこに入れてもらえませんかいや、本当に頑張るんで。本当頑張りますよ。もう。 これしかないと思ってるんですよ。いや、動画もいっぱい見てね、共感したんですよ。前々から本当にすごいなと思ってました。ぜひ、入れてください。入りました。やっぱ稼げないっすね。いや、本業が忙しくなってきたんで、ちょっとすいません,うん。今月も何もできなかったんですよ。うんこれ、賞味、あれじゃないですか成功するのって一部の人だけじゃないですか。才能があったりとか、時間があってむちゃくちゃ頑張れたりとか。一部の人しか成功できないと分かってるのに、 なんでそんなのに塾とか売りつけて金返してくださいよ一体誰が割り送ってんでしょうか確かに YouTube をたくさん動画上げてますけどもそれをクリックして熱心に見てくださったらそれはありがたいですでも強制的な売り込みは一個もありませんそして買ってくださいとお願いもしませんこういういい塾を運営していて 実績を出されてる方はいますよという話をしてますほとんどの方がどうにもなってないっていうことは特に言いませんけどもでもその方たちも明日になったらね実績出るかもしれないんで蓋をする必要ないかなと思うんですけども、うん、でも実際に塾に入らなければ一人も現状変えられなかったっていう、まあ、そういった事実はあると思うんですよでも塾にに入ることによって 全員ではないけども順番に実績を出して自分の望むような人生にどんどんね変わっていってるっていうそれを目の当たりにしてきたこの10年十数年でしたこれはたかだか1年2年塾の運営してる人とかそもそも途中で塾のカリキュラムを脱落した人にはわからないことだと思いますんで経験を積んだ私たちの立場からは正直に言わせてもらいます 実績を出された方はいます出されてない方を毎回毎回この人は出してませんこの人は出してませんこの人は出してません,この,ませんこの人は儲けてませんって言うわけないじゃないですかその人のモチベーションにも関わるしうんだけど励みになるかなと思ってこの人は地道に頑張ってうまくいきましたよと試行錯誤しながらやめよう諦めようと思ったけども結局今いろんな問題を乗り越えて今日がありますよよよかったですねこういう話したいじゃないですかそれはね うん、熟成さんの実績としてこの人は3年やっても儲かりませんでしたなぜならサボったからですこんな実績報告ってありますか <laughs> ないと思いますよ一生懸命やって商品作って集客のためにコツコツ無料動画いっぱい作ってそしてお問い合わせいただいた方に心からの対応をするこんなまっとうなことをして商品が売れるそれはすでにあそこら辺の小さな名もなき店舗や会社のビジネスと一緒でチラシを配って 駅前でティッシュを配ってテレアポをして一生懸命一生懸命お客様の対応してそして商品1個が売れたやったね社員全員で喜ぶ営業マンが何人もいても営業マンにも成績のばらつきがあります売れる人売れない人いますでも売れない人は売れない人なりに悩みながら何をすればいいんだろうかどうやってお客さんに寄り添っていけばいいんだろうか、ね、売れた人は売れた人なりに サポートを一生懸命して、買っていただいた方に心から寄り添って、もう一回買っていただけるように、誠心誠意、自分の私生活を切り崩してやっている。全然変わらないんですけどね。うん。ラーメン屋に行きました。100人行きました。70人は美味しいと言いました。30人はまずいと言いました。全員がうまいと言わなければ、ラーメン屋はやっちゃいけないんでしょうか。どうなんですかね。うん。どうなんでしょうか。いってらっしゃい。